第一次大戦から第二次大戦へ、そして戦後と技術革新の時代を次々と迎え、帆船の命脈もほぼつき、現在は練習船がその伝統を受け存在しているに過ぎない。特に近年1960年以降、船の大型化、高速化、自動化は著しい。その中で訓練のためとはいえ、帆船が果たして必要か。太平洋の荒波に船体を真っ二つに折られ沈んだ新造大型鉱石船。風が強ければ、波が高ければ、それに逆らわず溶け込んで、約半世紀もの長い年月を働き続けている帆船日本丸。その中には帆船でなければ考えられない科学的な何かがあるし、その同じ繁栄に海のロマン、船のふるさとが、心の安らぎが厳然と生きているのだ。航海級の風をはらんだ帆に魅せられ、日本丸の周りを一周する客船。同じ夕刻、黒くシルエットで茜色の海に浮き上がる黄帆に、学生時代を思い出してか、長い時間自らの操るタンカーを伴走させる船長。その巨船のブリンジからは、汽船の航海の安全を祈ると発光信号が送られ、帆船日本丸のために航路を譲ってくれる。北緯32度10分、東経133度35分、東北東の風、風力4、17時10分、日没。風と波と船の物語である。